東京会場はカルテルの疑いで株価が下落。こんばんは、ふくりでふえるです。今回のテーマは東京会場の株価予想です。ぜひ最後まで見てください。目次です。1. 企業分析、 2. 決算分析、 3. 株価予想。この順で動画を進めていきます。まずは東京会場の企業分析から。東京会場は、東京会場火災と日動火災会場の経営統合により誕生した大手保険グループです。主な連結子会社に、東京会場日動火災の中核に、東京会場日動安心生命、e デザイン損害保険などがあります。また、海外展開にも積極的で、欧米を中心に損害保険、生命保険の企業を買収。世界46の国、地域で広く事業展開しています。事業は国内外主に4つ。国内損害保険事業、国内生命保険事業、海外保険事業、そして金融その他事業の4事業で展開しています。東京会場は国内の損保保険事業、生命保険事業を通じて安心した収益を持続的に創出するとともに、海外では市況に左右されない先進国のスペシャリティ保険の利益や新興国での高い成長を取り込んでいます。足元の利益構成比は国内外で半々となっており、グローバルに分散の効いたポートフォリオを実現。企業としては安定成長を続ける東京会場ですが、2023年6月19日、東京会場日動火災保険など大手4社が企業向けの火災保険料を事前に調整していた疑いで、金融庁が報告徴求命令を出していたというニュースが流れました。事前に各社で情報を共有した上で、過去の実績を反映した水準からかけ離れた高い保険料を私鉄グループの東急側に提示していた疑いがあるようです。企業向けの保険で同様の事例が広がっていないか、金融庁が実態を調べる方針です。金融庁が保険業法に基づく報告命令を出したのが、東京会場のほかに損保保険ジャパン、三井住友海上火災保険、あいおい日生同和損害保険。企業向けの保険料は、保険会社がその企業に対して支払ってきた保険金の実績などを勘案して決めます。一般的に大企業向けの火災保険などは、引き受け時のリスクが大きくなることから、各社が分担して保険を引き受けているんです。今回の件では、東急が当初、大手から提示された保険料が実態よりも高かったことを問題視、保険料水準に東急が疑問を持ち、不適切な行為の有無を東京会場に確認したことがきっかけで発覚しました。1990年代半ばに10社以上だった主要損保は再編を繰り返しながら、2004年に損害保険ジャパン日本興亜ができて、4社体制に固まりました。企業向けの保険で4社の市場シェアは9割を超えています。損保の価格調整をめぐっては、1994年に公正取引委員会から警告を受けたことがあります。業界団体が自動車の整備業者に支払う修理費の工賃を設定し、各社がほぼ一律で適用していました。今回の件でも、金融庁が東京会場に自動火災保険など大手4社に報告徴求命令を出したのは、損害保険業界に価格調整が慣習として根付いていた疑いを捨てきれないため。損保業界は過去の再編で、2014年に現在の大手4社体制が固まりました。企業向けのシェアが9割以上に上る下線度が、今回の事前調整につながっていた可能性もあると言われています。このニュースを受けて翌日の株価は下落。ただ翌日には主幹事である東京会場から、
自社が主導したとの立場を認めるコメントとともに、独占禁止法に関する不適切な事案が生じたことを重く受け止めるという趣旨も発表されました。今後は複数の社外弁護士らで構成する特別調査委員会で、他の企業向けの保険で同様の事例がないかなどを調査する意向です。では続いて、東京会場の決算分析に移ります。現時点での東京会場、配当利回りは、配当利回りとは、現在の株価に対して年間でどれだけの配当を受け取れるか、日本株平均 2.3% 以上を高配当株と判断した場合、東京会場の現在の配当利回りは 3.7% です。東京会場は配当を株主還元の基本と位置づけ、利益成長に応じて持続的に高める方針としています。長期にわたり増配傾向は続いており、配当は9月と3月の年2回、23年の実績では年間配当100円、24年は121円を予定しています。過去の実績から見る実質配当成功は 50% を超えています。続いて PER、株価収益率です。株価が1株当たり利益の何倍になっているかの指標です。コロナ前5年間の日本株平均 16.6 倍以下を割安と判断。東京会場は 12.4 倍。続いて PBR、株価純資産倍率です。株価が1株当たり純資産の何倍になっているかの指標。コロナ前5年間の日本株平均 1.25 倍以上を株式市場がのれん、ブランド価値を高く評価している優良企業と判断。東京会場は 1.8 倍です。次に売上成長率。直近5年間で年何パーセント売上が伸びているか。4% 以上であれば全世界経済の平均より伸びていると判断します。東京会場は 4.3%。 続いて経常利益率。直近の年間決算の実績で売上に対して経常利益は何パーセントだったか。 7.2% 以上であれば日本株の平均以上と判断します。東京会場は 7.6%。 続いて経常利益の成長率です。直近5年間で年何パーセント経常利益が伸びているか。 4% 以上であれば全世界経済の平均より伸びていると判断します。東京会場は 7.9% です。続いて生産性です。従業員1人当たりの経常利益はいくらだったか。300万円以上であれば日本株の平均以上と判断します。東京会場は1170万円、平均を大きく上回っています。最後に ROE、 自己資本利益率です。企業が持っている純資産をどれくらい上手に使って利益を上げているか。企業の所有者である株主にとって利回りにあたる指標です。 10.6% 以上を日本株の平均以上と判断。東京会場は 9.84%。 続いて東京会場のチャート分析です。直近の株価は上昇傾向。今年に入り株価は絶好調。年初来高値をつけた直後のニュースでした。こちらは少し長い週足のチャート。コロナ禍以降も上昇は続いていることがわかります。では長期はというと、20年以上の長期のチャートで見ても上昇が続いています。東京会場はこの20年間で売上 2.4 倍、株主利益となる純利益は10倍以上となり、企業価値とともに株価も上昇しています。ここまでを一旦まとめると、東京会場は直近の株価は上昇傾向。カルテルの疑いのニュースはありましたが、翌日には東京会場からのコメントもあり、株価は元の水準まで戻ると考えられます。また、長期的にも上昇傾向は続いています。
東京海上は損害保険首位級で安定成長を続けています。20年間で純利益は10倍、過去の実績から見る実質の配当成功は 50% 超え、増配傾向は続いており、配当利回りは 3.7% です。ということで、東京海上の株価予想です。フエルの個人的な株価予想は3297円から3470円まで上がると予想します。以上です。最後まで動画をご視聴いただき感謝しています。いつも本当にありがとうございます。幸運を。